そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろ。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。お心遣い感謝いたします。ですが、シェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを。変えてくれ、その願い。フリーザと、この俺を除いた者たちすべてを、に変えてくれ。聞いておったのか、悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。デンデよ、最長老だ。最長老様、質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。さあどうした、願いはもうないのか。では最後の願いを。あれはドラゴンボール。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを黒くしにしろ。しまった。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリト、ロンロンパ、パピッポ、ファロ。いいだろう、了解した。ではここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。どこなのよ、ここ。皆の者よ、ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に、今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星で、まだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。
いいだろう。星の爆発が先か、どちらに来たら死なない。鳥だけだ。な、何黙れ。鳥だけが鳥だ。貴様ごとき、このフリーダに勝てるわけがない。
ここまでだ。ダメだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。
そんな！うわっ！自業自得とはいえ、貴様らしくねえ。惨めな最後だったな。きくしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。助けてくれ。頼む。勝手なことを言いやがって。貴様はそうやって命乞いした者を一体何人殺したんだ。にしろ。俺は宇宙一なんだ。だから貴様は俺の手で、俺に殺されるべきなんだ。フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことになった。わずかな時間だけ蘇った最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーリによってナメック星の1年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており、自力で帰ってくるというのだ。消滅したナメック星で生き返らぬよう、一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。おっす、オラ悟空。なんだって、フリーザが生きてた？しかも奴は父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって。オラのいねえ間に
地球で悪さするつもりか？お前の好きにはさせない、フリーザ。ん？おめえは。次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘、絶対遊んでくれよな。ごはんちゃん、勉強は進んでるだか？どうかな。なめくせに言ってる間、結局あんまり勉強さできなかったみてえだし、遅れた分を取り戻さねえと。でもちょっと詰め込みすぎちゃって頭がパンクしちゃいそうだよ。しょうがねえな。まあ気分転換も必要かもしんねえし、ちょっとくらいなら息抜きに出かけてもいいべ。それじゃちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞ、ごはんちゃん。あれ？やっほー、こんにちは。ね、ありがとうございます。それじゃやってみよう。さて、どこ行こうかな。
相手のカットかわかんない。カプセルコーポレーションのトランプ、このうちはどこかな。いらっしゃい。
そんなんしか言ってない。毎度。これさっきの兄さんのとこやろ。いらっしゃい。毎度。食材や材料や料理所や修行場、ここにはないな。
カメハウスにもないし、行ったら何かアイテムもらえるかな。そうだな。はい。ああ。よかろう。またな。大きいなあ、ブルマさんの家。こんにちは。
強そうだ。ちょっと！な！もう！くっ！ちょっと！もう！くっ！もう！くうん。Yeah!
なんとか終わった。はあ。
さんにはいつも。ご飯ちゃん、気分転換はできただか？ごはんちゃん、気分転換はできただか？よし、じゃあしっかり勉強して、悟空さが帰ってきたとき、驚かせてやんねえとな。ここで一旦休憩入れます。セーブします。できるかな、セーブ。フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって。集まってた。クリリンさん、気づいてますか？フリーザと、もう一つのフリーザによく似た大きな木に。ああ、そりゃな。気づかないわけないだろう。こんなにでかい派手な木に。大変なことになったな。フリーザなのか？ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ、マヌケめ。奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ。ピッコロ、来たぞ。あっちに降りた。間違いない。フリーザだ。生きていた。やっぱり。フリーザの他にもう一人嫌がる。いいか、貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。お前たち、あんな強い気を持つ奴と戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなことに。
セールできますね。ちょっと一回休憩入れます。それじゃまたね。バイバイ。